僕は死にませんラジオが好きだから101回目のラジオスペシャル <laughs> なるほど <laughs> 理解しましたから,らそういう101回目のラジオスペシャルという1回目のラジオスペシャルでございますけども前 <laughs>、まあ、リアルタイムで見てないだろ101回目のプロポーズうんてかまあ見たことないしね <laughs> 全部モノマネをしてる人のやつしか見たことないわ <laughs> あれ まあ声がガチャガチャしてますけどもね。うん。まあまあ、えー、朝まで飲んでたと,いうことで。なるほど。で、はい。お二人とも声がガチャガチャしていますが。オールしてる？いやー詰まってますよ。<laughs> な,んなんとなく。<laughs> あそう。ポーンっては出てない。ああ<ー>、うん、まあまあまあそういう日もありますわね。はいはいはい、はい、なんでジョーラの？え？なんでお前はジョーラでラジオ取ってる？暑い <laughs>。 <laughs> 本当に暑いんだよな暑いよねマジで急に暑くなってきたというかう春なかったな春はなかったねーんなんか23日ぐらいポカポカしてて「うん、あ春だね」なんて言いながらはい,は,いはい。たら急に寒くなったでしょなった、ね、普通にダウン着てたもんダウン着てたね、うん それぐらい寒かったねのにすぐ夏になってしまっちゃったというわけがわからないよ異常だと思うわやっぱ天気そうねうん異常気象なんだろうな異常気象だねうん暑いしな上談で撮るわそりゃいやそんな結果うん 先週ですか。はいはいはい。まず、ちょっとなんか不思議な話、不思議な話というかね。うん。うん。そう、まず、ハウルと動くしろ、知ってる知ってるよ。もちろん。ハウルと動くしろ。うん。カルシュファーカルシュファー誰が呼んでんの誰カルシュファーの声でカルシュファーを呼んでんのあ、違うな。違う違う違う。違う。 あれあるじゃん、あの、女、ソフィーが。ソフィーね。ソフィーがさ、ソフィーソフィーは違う、コント師。ソフィーね。ソフィーがね、うん。仕掛けてびっくりしたわ。何がのよいやいや、あの、激、うん、先輩、先輩。<laughs> 後輩にも慣れてないぐらいだけどね。まあまあ急にうーってなったけど。いやそんならいいんだけどさ、ソフィーがさ、あれやえ、映画の中でさ、こうおばあちゃんになったりさ、なりますね。若くなったりするじゃん。するよ。それを体験したというか。えうん。え、まあ最初おばあちゃんになって、そうそうそう。だと若くなっていくんだよね、魔法が解けてて。そう。なんか ある出来事があったらおばあちゃんになったりさ、あ<ー>またおばあちゃんに戻っちゃったりさ、そうそうでまた若くなったりさ、うん、いろいろあるんだけどそれを体感したと。えじ実実体験で？まあ、実体験な,のなそんなことある？<laughs> んうんなかなかないけどね。なかなかないよ。なかなかないっていうかほぼないけどね。まあないけどね。で前には。 アレチの魔女に魔法かけられたのかもしれないねおそれどうしたんですかまあこう、うん、まあまあもうみんな知ってくれてるかもしれないけどこうゴールドライブに上がりましてね上がりましたまあご褒美に、うん、ちょっとお寿司でも行こうかなとお寿司ほうん。はあ 一人でね。一人で一人でね。お前がそうですよ。なかなかないけどね。一人で行くことなんて。あのというのも、あのバイト先のね、すぐ近くに、こうまあ個人店ですよ。いわゆるカウンターとまあ奥にテーブルが一席いありますね。寿司屋があって、でそこにまず一人でね。バイトの昼。 一人で行ったの一人いつもだって受付のおばちゃんと行くんじゃないそう、受付のおばちゃんがね、あの、退職されたああ、なるほど。じゃあもうお前は一人で。俺一人で。で、まあ、その時点では普通若いよ。そうだね。若いでしょ ?24 の俺が。若いよ。で、まあ、昼休憩でタバコ吸って、そっから寿司屋、このレンクぐったら、はい、いらっしゃいませって言われて、ちょっともう、ちょっと50代に。まあ、昼から。昼から。 ランチで行かないよなぁ。いるからランチで。寿司屋寿司屋。24の人は行ってないな。24の人が行かないだろ ?50 だわ。50代。で、ランチの一人半前千円。はいはいはい。これ、一半で、もう何回も行ってるから。言わなくても、一半でいいですねって、おかみさんに。ええー。そうなんだ。なるほどね。一半ですね。うんうんうん。あ、お願いします。これもうおじ、おじさんになってるんだよ、もう。うんうんうん。もうちょっと老けてた、俺も。 あ、そう顔もね。うん。見た目もよ。渋い。渋い顔してた渋い顔してた。ああいあい。つって。あったかいお茶が出てきて。あったかいお茶をね。で、飲んでね。うん。60代になって。う重ねてくるの。わかんないけど。おじいちゃんになってくんだね。うん。そしたらね、そのなんか、奥のテーブルの席に。はいはいはい。なんか、高校生。うん。3人ぐらいで。うん。ランチに来てて。え お前より若いじゃん。俺より若いそれを見て、その大将と、あ、珍しいですね。こんな若い3人で。いや、まあまあたまにね、その親と来る人が、こう、個人で、来たりするんそうなんですね。もう60代ぐらいに老けてく俺は。若いね、あの子たち。とか言って。あんま変わらんやろ、長い目で見たら。で、なんか、 カウンターの席にも4人ぐらい若い人が座っててそれ20まあ後半ぐらいうんいや結構若いやつ多いな結構若いやつ多いよ<ー>20後半ぐらいの人たちが、うん、まあまあでも社会人はいはい、はい、寿司を送ってて、うん、でなんか経営の話みたいなしてて<ー>なんかうさんくさい話してんのよああなるほどね、うん、うさんくさい話してんなんかちょっとうさんくさいよええー <laughs> あ、そうな。この、インスタの人数が増えるとか。なるほどね。うさん臭いだろまあ,、まあ、まあまあでも、今はそういう SNS 戦略もあるんじゃないんですかそうあるのかな、うんね、うさん臭そうな。うさん臭そうなやつなんだそう,そうそうそう。うん、で、隣にはもう激おじいちゃんが。ほうほうほう。ビールを飲んで。ほうん。<の>あ、いいですね。<laughs> 寿司じゃなくて、あの、チラシね。<laughs> チラシね。<laughs> チこうばっててあんまり寿司屋でチラシいくタイミングってよくわかんないなと思ってどよくわかんないそういうじじいになったら行くんだ行くんだろうね俺送っててさでまあこの時点まだ60代の俺がいるわけあまあもうもう60代よもう60代になっちゃってるなっちゃってるでんか俺が一番多分最後で入ったから徐々に履けていくわけみんなでまあ 寿司食って一人で、うん、食ってる時にまだ若い4人ぐらいはいて、うん、でまあ高校生も帰り、はい、おじいちゃんも帰りでその若い4人も帰ってうでもう一人さ<う>でちょっと緊張してね一人になると店に。<laughs> <laughs> お前がその背負ってかないといけない。背負ってかないといけないから。その店を大将との会話も。確かに確かに。で、これ緊張で一回20代に戻りました。現在の俺に、急に若々しく、どっしりとしてないから。はいはいはい。若くなって。で、まあ、大将もちょっとね、もう顔見知りだから、喋って、こう、ニュースを、ニュースを見ながら、これはこうだね、って言いながら。で、ここでちょっと30代にまた。 もうちょっと大人になって大人になってそしたら大将がこのんか孫がいるとお孫さんがいてでガチャガチャやったんだよみたいなああああああでなんかそのゲームコントローラーみたいなちっちゃいやあで、ああピコああ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 んああ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 あ ポンポンポンって押して、これがどん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 増えてくみたいな。記憶芸みたいな。これちょっとやってみなよ。それ熱中してね。結構15分ぐらいやって。寿司屋で何やってんだよ。寿司屋で。これ難しいだろうとか。なかなかクリアできないですけど。これもう俺8歳ぐらいね。もうこれやる。あ、うるさいて。 急に若返って。小学生ぐらいの時はね、そういうわけわかんないゲームに熱中するからね。熱中するだろうん。それをね、寿司屋でさ、ピコピコやって俺だってあの、なんか薬局とかにさ、石鹸でさ、ピュンってやったらさ、輪っかが。そう、輪っかを穴に入れるっていうあの、石鹸売ってただろあったあった。 あれずっとやってたからな。分かるあれ、うん、あんな感じよ。買いもしないのに。<laughs> うん そういうゲームをやって若返ってで終わって「ありがとうございました」でまあもうう寿司も食い終わってさ「で熱いうちは最後おかわりする」みたいな「ありがとうございます」いね熱いお茶飲んでもうリラックスしてるよもうゲームもやって大将と話してで大将がまた最近ねお孫さんの運動会に行ってね「久しぶりに走ったらやっぱ筋肉痛になるねなんでその話は!」と思って芸人に戻って帰って。 <laughs> いや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 、いいだろう。お前だってこの間なんか筋肉痛なってただろ。<laughs> <の>そういう不思議なね、うん、ハウルの体験、ソフィーですかいやいや。それって頭にあるだろこ <laughs> んな渋い時も。<laughs> 一人で飲みに行って、<laughs> 40代ぐらいにちょっと喋ってる時とか、みんなが体験するソフィーの、うん。そうそう、ソフィーのことは結構あるよ。全員ソフィーになれるんだな。うんうん、やっぱ、うん、一人で酒飲みに行ったりするとさ、うん、やっぱ、もう、心が40代ぐらいで会話するもん。<laughs> やっぱその時、鏡見て、うん、なってるから。<laughs> シワ増えてる。シワ増えてる。増えてるだろうな。そう。うん。ほんそういうね。体験があった体験があったいいじゃないですか。やっぱりあの、ジジーばっかだからな、お前のバイト先はな。そうそうそう。あそこら辺はな。ジジー、ばジジの街じゃん。タイト、タイトークなんて下町ジジーバの街じゃん。そうそうそう。だからやっぱりお前もどんどん吹け込んでいくよ。やっぱりさ、あの、年のさカップルとかさ、 はいはいはい。その、年上に吸い込まれていくよね、若い人ってね。やっぱそっちなのか。吸い取られていくし、で、年寄りの方が、どんどん若々しくなっていくよね。イメージあるわ。うん、だから気をつけた方がいいよ。じじいとばばあとばっかり言うのは。じじいとばうん、吸い取られていくから、養分なるほどね。若い子ともそうそうそう。いた方がいい。そういうこと。キャピキャピした。だからお前も若い子から吸い取、だから、 吸い取ってからよ、養分を。下の世代から。でも今、そう、下の世代からさ、日本は吸い取りまくってるから、長寿、あの、長寿なんだあ、そうそうそう。そういうことなんだよ。その、おかしいもんな。年金とかもみんな吸い取る。その、経済も、経済も、その、生命も、吸い取られてる、日本なのよ。化け物ばっかりじゃん、 そういういことなんですねなるほどねだからもう5歳でスマホとか持ったりしてんだそうそうそ、ん、う早いもんねだって外で野球とかしてたら若々しいはずじゃん確かに確かに子供外で公園で鬼ごっことか普通になんかスマホいじったりしてるし吸い取られてるんだよあれはスマホ経由でスマホ経由でもうじじいたちに生命力を、うん、<laughs> だ w i f i って危ないってことあっ w i f i はもうすごいよ w i f i ってあれ吸い取る機械なんだあそうだよ 怖っだからこれ日本全国に張り巡らしてんのなるほど。で、今は 5G とか言って。うん、G だよ。G?G、ジジーの G だから。あ、これは、もうより早くそう取ろうとしてそう、もう5世代に、もうジジーが。5世代そう。だから、あの、ギアセカンドとかさ、ギアサードみたいなことなのよ。なるほどね。5! もう5個目だから。めちゃくちゃ強いよ、吸い取り。うん。 何の話 <laughs> <laughs> うん,うん危ないねそういうことなんですよだから気をつけてくださいだから若者の街を作っとかないと若者だけのそう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 う本当に駄菓子駄菓子食ってうん 駄菓子屋も危ないかでも。駄菓子屋も結構じじいまん、じじいばばあ。だってあそこ牛耳ってのばばあだからね。そうだ。駄菓子屋なんで。駄菓子屋のばばって多分140歳ぐらいだよ。本当は。生きるよ。若い子、どんどん集めて。集めて。はい、12円。で、吸い取ってんのよ。12円、安いと思ってるしょ、駄菓子。あれは。俺は、安さで、 その生命力を、その、隠しながら、取ってんのよ。だ利益とかはどうでもいいんだそう、度外視、あれは。実際。だから、もう年金ももらってるから、その、ただ、生命さえ襲い尽くせれば、だから安いんだ。そう、で、子供たちなんてさ、寄ってっちゃうじゃん。夜夜夜、あんなの。気をつけた方がいい。でなんか、いい人ぶってるだろ。そうだよ。ニコニコしてる。ニコニコして。はい、きなこぼ、赤、当たりだねとか言って。 そう、エンターテインメント性もね、ちょっと作ってね。そうだ。より、やばい。引き込もうとしてんのよ。手渡しだ。そうね。きなこ棒手渡しだ。あれ、ドクドク取られてるからね、生命。なんか、タイムみたいな映画あったらある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 。あったね。握手して、握手したらね。なんか、うん。傾けたら、座れるみたいな。時間をね。うん。 あれは、映画だから、手の甲に、時間とかが表示されてるんだけど。そう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 。本当は、あれは表示されないんだそういうことなんですよ。それをきなこ棒とかで、釣ってんの。やばいじゃんこれも信じるか信じないかは、あなた次第です。 これはね、うん、的場さんも渋い顔で言ってるよ <laughs> って <laughs> いやこれ実はね俺もあの昔あの子供の頃みたいなエピソード載せてくるよ <laughs> ということなんですね<ー>いやだからまあ皆さんもねちょっと気をつけてください危ないねはい。それこそ危ない会話とかで俺も寿司屋に吸われてたってことうん、うん、あそうでも大将はもうドク吸ってたよお前 <laughs> 最初若々しい。孫いる割に若け、うん、若いで、いそこの店若いお店、人たち多いでしょうだってランチだって安いもん。うん、下町のその、目の前に行っそ,そ,そう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 。1円で。うん、結局。グルだからね、じじい、チラシ寿司食ってる。じじいグルだからね、お前。危なうーん。気をつけな。やばいね。<laughs> だからその若者はなんとかコンビニで対抗してるけど、うん、なんかコンビニは不健康だからやめろみたいな流れキャンペーンをするだろするわ。マックとか。そうだ。うん、ファーストフードもなんか、そ,<う>そのちょっと美魔女みたいな管理栄養士が言ってるわ。うんうんうん、言ってるだろあれは本当にジジイに生命力受け渡すためにあれ雇われてるから。それなんか定食とかの方がいいみたいな。そうそうそう。バランスよくみたいな言ってるわ。うんうん それもなんか若い30代とかじゃない。うん。50とかの。そうだよ。なんか、わけわかんない。管理栄養士という。肩書きが。肩書を。あれも本当か定かじゃわかんない。本当か定かじゃわかんないよ。うん。それをなんか、わけわかんない。海外のなんか、ビネガーとか使ってサラダとか食ってるもん。うん。やばいぞ、日本。珍しくこう、社会派なラジオになってそうだね。これはズバズバと、 消されるんじゃないこんな。これはバンされるかもしれない。気づいてしまったら。この社会の闇にね。気づいたら駄菓子屋のババアに囲まれてるかもしれない。<laughs> その、ベリ、ベリ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 。駄菓子屋のおばさん。あんたは知りすぎたよ。<laughs> <laughs> <laughs> ああ、怖いムーじゃん。<laughs> こんな理論 雑誌「ムー」「ムー」でも取り上げて <laughs> こんなのいやこれはね、うん、取材に来るかもねムーああ俺らねあ<ー>まあいっぱいありますからねああんかあれだね、はい、やっぱ朝まで飲んでるとこういう話が一番楽しいね <laughs> <laughs> はいそんなそんな話で終わっちゃうけども、うん、そうだよ終わろうぜ終わりましょうか、うん、だって俺はね先週は別に特に何もしてないからね、うん、あ先週はしてないあまあ一人飲みに行ったぐらいかなもうんうん、やられてるじゃんお前も <laughs> えっ 4四5 0代しかいないよあそこじゃあもうやばいじゃんやばいよチェーン店じゃないじゃん全然若い個人店マスターもじじイだからねじじイだよえっえと2個も2個も下なのみたいなさえとの話とかしえと出たえとの話じゃんってさ大学時代しないしないよ 若い頃もしない大学生が中学生とたまに話す機会とかも泣きにしもあらずまあ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 いっ子とかでもさ干支の話なんかしないじゃんしないよなんか急にするようになるだろそうだよ年取ってから年取って上の人世代と会話すると江支の話してくもんするわあれもうそやばいよ。いよ江支の話するやつは信用しちゃダメだよあの本当に生命を 水道のことて、ディ <laughs> メンターみたいなやばいじゃん。うん、座る。うわそうそうそう。<laughs> で、いっぱい皺増えてるからね。皺増、うん、で、今俺ら三十代コンビとかなってる方。そうだよ、そうだよ。気をつけないと。やばいね、はい。ちょっと小学校とか行こう。<laughs> 新高島容疑者がその若々しさを取り戻したかった <laughs> <laughs> などと供述しあ,<ー>であれも栞りが捕まえに来るからねそうだよ俺らの若い世代を吸うな、んうん、緑の旗のおじさんとかもそうだけ、ねうん、あんなやる必要ないあれはあボランティアという,という仮面を仮面をかぶって 信じないかはあなた次第です <laughs> ということで、はい、今週のラジオは都市伝説101回目ラジオということでした来週までしばしょうお待ちよー <laughs> じゃねーがらハイロング